現在ですね、ビバルディでウェブラザーの開発をしております富田と申します。今はですね、実はそのビバルディという会社は、以前、オペラという会社で、一緒に仕事をしていたヨンモ・デチナという同僚とですね、一緒に作った会社です。現在私は、マーケティングですとか、それからパートナーシップ周り、それから会社経営の全般を担当しています。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ビバルディはですね、一言で、表現しますと、カスタマイズが非常に高くてですね、かゆいところに手が届く、そんなブラウザを作りたいと思ってやってます。そうですね、やっぱり今のブラウザというのは、ブラウザというかそのネットを ウェブラウジングする上で、やっぱりそのタブっていうのが基本的なそのパラダイムというか、タブを使っていろいろなそのウェブアプリケーションだったり、ウェブサイトと、ユーザーはインタラクションやってるわけですけれども、なかなかそのタブって、最初にブラウザに実装されてから基本的な形って変わっていないんですよね。で、あんなにそのユーザーによっては、例えば30、50、あるいは100とかですね、数多くのタブをブラウザで開いているにもかかわらず、操作性ってまだまだ、あまり変わっていない。で、なので、もう少しそこのところに改善を加える余地があるんじゃないか。タブをいっぱい開いて、常にそのマルチタスクされているようなユーザーさんにとってですね、どういうふうな、タブの管理を、タブの管理機能っていうのを入れていったら、もっと操作性、あるいは効率性って上げられるんじゃないかなというふうに考えて、ですからそこのところっていうのは非常に力を入れて、やってるところですね。はい。すでにですね、ヴァルディ製品版リリースしてから約6ヶ月ぐらいなんですけれども、タブのところっていうのはかなり力入れて、毎回のバージョンでですね、新しな新機能を入れてきたんですけれども、今後もその部分っていうのは、引き続きですね、継続的にどん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 強化していこうと思って、実は1.6にも入れたかった機能なんですけれども、間に合わなくて入らなかった機能もありますので、新機能のアップデートでタブの、強化って入りますので、楽しみにしていただけたらと思います。手応えがあった強化ですか。実は結構その一番最新版で1.6でリリースしたその通知機能が入ったんですね。で、それはかなりユーザーさんからすると、いや、これってなんか当たり前だよねっていうふうに思われるんですけれども、イノベーションってそういうものじゃないですか。なんか後から見てみると、なんであれなかったんだろうっていうふうな思うような、本当に自然なものなんですけれども、どのブラウザでも実装されていなかった機能なので、で、それは非常に反響高かったですね。あと、その数っていう意味ではそれほどではないのかもしれないんですけれども、こだわってるユーザーさんにとっては、例えばそのビバルディだとタブのこの今アクティブになっているタブの右側のタブを全部一気に閉じるとか、左側を一気に全部閉じるとか、あるいはその開いた時にタブをどこに開くか、一番右端に開くのか、今アクティブなタブの右側なのか左側なのか、閉じた時も同じで、結構そのタブ開いた時の挙動っていうのは結構みんな気にするんですけど、閉じた時の挙動も同じように重要なんですよね。開いたり閉じたりするので、ですからその数としては、多分その機能が、が触れるユーザーさんっていうのはもしかしたらそんなに多くないのかもしれないんですけれども、こだわってる人にとっては、こういうの作ってほしかったんだよっていうのは非常に感謝の言葉というか、フィードバックもらうことありますね。これはですね、そのつ、まあ、常日頃こうブラウジングしながら、何かそのとに平面だけの、パソコンだったりスマホだったりタブレットだったり、その中だけの経験、体験ではなくて、何かその実際に物理的にあるものと連携させることで、もっとなんか面白いインタラクションってできるんじゃないかなというふうに、考えていたんですね。なんとなくそれはぼやんとした考え方なんですけれども、それでフィリップスビューとか、他にもいろいろありますけれども、なんかそれを見ていて、これをなんかこう連携させてみたら、なんか面白いことできるんじゃないかなというふうに思ってですね。で、今現状の実装としては、ブラウジングするごとにフィリップスビューの、電球の色が変わるとか、あるいはそのテーマが変わるごとに、ブラウザのテーマカラーが変わるごとに、電球の色も変わるっていうようなものなんですけれども、それをちょっと想像を膨らませてみると、本当に結構もっといろんな面白いことができるなというふうに感じています。例えばその Facebook だったり Twitter だったり、
あるいはその、まあ、メールみたいなものが着信があった時に、着信というかその通知があった時にそれで色を変えて、やってみるとか、そうすることでアクセシビリティも高まると思いますし、なんかこう平面だけじゃなくてデジタルの世界が実際の、物理的な、フィジカルな世界とつながるっていうのが結構なんかいろいろと想像が膨らんで新しい方向でのこうインタラクションってできるモデルが作れるんじゃないかなというふうに考えてます。なんかそれの実験的な試みっていう感じですかね、今の、第1段階の。そうですね、今まだ具体的にこういうことやりますよっていうのはお話しできる段階にはないんですけれども、継続的にですね、これで今回作ってみて、結構いろいろ反響もあってですね、まあ、今の実装がどうとかってことではなくて、今後こういうふうにこんな方向で進めていったらもっともっと面白いことできるんじゃないかっていうのは結構社内でも、いろいろと議論していますので、おそらく2017年また何か新しいそういったその方向性でですね、新しい新機能の追加できるんじゃないかなと思ってます。そうですね、一つの、まあ、こだわりとしては、よくそのデザインするときに、当然一つの機能でもこういうふうにやった方がいい、ああいうふうにやった方がいい、あるいはそのデフォルトの設定をどうするのかみたいな議論って常にあるわけですよね。で、よくあるのがその最近だと結構どんどん機能をそぎ落として、こう本当に必要なものだけを残す、それがいいデザインだっていう、まあ、それは一つの考え方としてあると思うんですけれども、我々は結構それとは真逆の考え方を持っていて、ユーザーさんっていうのはまあ本当にそれぞれ、異なるニーズあるいはその好みっていうのを持っていて、なるべくそれに応えられるような柔軟性のあるデザインでソフトウェアを設計、それから開発していきたいというふうに思ってます。だからそこがある意味一つのメインストリームの考え方とはちょっと違う我々のこだわりで、やっていますね。あとよくその何て言うんですかね、本当に80%、そのビジネス的に考えるとなんかこう、ある程度こう大多数の人に満足してもらえるようなデザインを作れば、それが一番その効率がいいっていうふうに考えることもあると思うんですけど、我々は、ユーザーのコミュニティと常にこう対話しながら、いいアイデアだったら、それがどれだけ多くの人に、なんていうんですかね、こう、インパクトあるかどうかは別に、あ、それはすごく面白いアイデアだと思えば、そういうのを積極的にソフトウェアの中に取り組んでいきたいというふうに思ってますんで、まあ、そこも一つの、こだわりかなと思います。はい。まあ、あまり基本的にはですね、実現していない機能というか、まあ、リリースしていない機能については、まあ、タイミングも含めて、結構こう、あんまり計画を立てて、いついつ、どの、あの製品、あの、機能をリリースしようとかっていう、形で開発してないので、なかなかお話できない部分も多いんですけれども、例えば、今はそのウェブパネルっていう機能で、は結構ユーザーさんに好評でですね、まあ、例えばその、Twitter だったり、Facebook だったり、そういったそのリアルタイムで情報が更新されるような、アプリだったりっていうのをパネルに表示させた上で、右側、あるいはそのユーザーさんによって自由にできますけれども、まあ、レンダリングしてウェブページを見るっていうのもその機能は非常に人気なんですけれども、まあ、そこで例えば結構その先ほどの話で、タブの通知機能、更新された時のっていうのがあるんですけれども、もう少しなんかその辺の通知っていうのはなんか改善できるんじゃないかなと思ってですね。で、これって結構その拡張機能とかで実現されてたり、一部実現されてるものあるんですけれども、そういったものをもう少し、常にこうリアルタイムで入ってくる自分のその通知、まあ、情報をどっかで一元的になんか表現、見れるような、機能があったら、まあ、非常に便利じゃないかなというふうに思って。ますので、まあ、その辺っていうのはやりたいなと思っていますし、そうですね、まあ、なんかそれから何でしょう、結構いろいろあるんですけど まあ、乞うご期待ということで そうですね、まあ、現状としては、まあ、グバルディの場合には、Chrome のウェブストアに行って、そこから、まあ、ユーザーさんがご自由にインストールできる形にはなっているんですね。で、我々としてそのストアフロントというか、何かこうマーケットプレイスみたいなのを用意していないので、まあ、それは今後の、
方向性としてはそういったものを提供したいっていうふうに思ってるんですけれども、だからまずそこが第一ですかね。我々の方で、提供する拡張機能については、かなりそのセキュリティのレベル、あれあのプライバシーのどういうふうにコーディングされているのかっていうのもちゃんと我々の方で確認した上で、そこにユーザーさんにお勧めするっていうのはできると思うんですけれども、それ以上何かシステム的にそういった問題がある拡張機能をインストールできないようにするのかっていうと、そこはやっぱりどちらかというとユアルディの場合は比較的この自由に何でもユーザーさんができるような環境っていうのを作りたいと思ってますので、そこのバランスだと思ってます。ただ、基本的に、先ほどの話もあるんですけれども、我々はなるべく拡張機能に頼らなくても、そのビルドインでいろんな機能を提供したいっていうふうに思っていますので、そうすることによって、必然的に、そのセキュリティあるいはプライバシーの問題っていうのは回避できるかなというふうに思っています。で、これって本当に昔から結構その拡張機能は確かに便利なんですけれども、セキュリティの問題あるいはそのプライバシー全てがってことじゃないですけれども、やっぱりそのユーザーさんそこまで分からないわけですよね。どういうデータが実際、誰にどういう形で送られているのかっていうところまで全く見えないので、なるべくそこを我々が、拡張機能入れなくても、ユーザーさんの好みに合わせて、いろんな機能拡張できるような形にしたいと思ってます。そうですね。やっぱりその Chrome に限らないんですけれども、Chrome の場合やっぱり、基本的なビジネスモデルとして、ユーザーさんが検索、あるいはその Google のウェブサービスを使って、そこから得られる、行動履歴であったりだとか、ユーザーのデータっていうのを収集して、そこから収益を上げるって、ビジネスモデルなわけですよね。ですから、そのブラウザっていうのはあくまでも なんていうのかな、付帯的なサービスで、メインとしてはGoogle のウェブサービスを使ってもらいたいっていうのがありますよね。で、彼らのビジネスモデルっていうのはその上に成り立っている。我々の場合はそれとは全く違うビジネスモデルでやっているので、本当にそのブラウザをユーザーさんが使っていただくことで、我々として会社としてビジネスとして成り立っていくモデルですので、そこにやっぱりユーザーさんから期待されていて、Chrome とか、他のブラウザもそうなんですけど、どんどんその機能をそぎ落としていっていく方向で、我々は逆にどんどん機能をそこに詰め込んでいく。だからやっぱりそこは一つの方向性として、ユーザーさんから期待されていることだと思っていますし、我々として、我々の役割として、やっていかなきゃいけないかなと思っています。で、もう一つは、やっぱり、どのマーケットというか、どの市場でも、どうしてもその一社が独占してしまうと、やっぱりイノベーションって起こりづらくなってしまうと思うんですよね。で、なので、少しでも我々がこういう形で違う方向性で、ユーザーさんを取り込みながら、一緒にこう盛り上げていくことで、またブラウザーの技術的なイノベーションっていうのが起こり続けていけるというふうに思ってますので、そういう意味でも、それはユーザーさんから期待されていることじゃないかもしれないんですけれども、やっぱりその健全な市場環境というか、維持していくためにも、頑張って開発していきたいと思ってます。で、あとやっぱり結構よく聞くのは、どうしてもその最初はブラウザ作ってるんですっていうと、なんでブラウザって今、なんで今、い今ブラウザなんですかっていうご質問をよく受けるんですけども、いろいろと話してみると、確かにそうだなと。で、Chrome ずっと過去2、3年、あるいは5年ぐらい使ってるんだけれども、最近 Chrome すごい遅くなったとか、あるいは結構よくクラッシュするとか、そういう話を聞くんですね。なので、それとは違う、新たな高い機能性を持ったカスタマイズの高いブラウザあるので、そこにこう意識してないユーザーさんの中にも、何かこう潜在的な、新しいものへの、なんていうんですか、ニーズって十分あるかなというふうに思ってますので、そこが我々の役割かなと 思ってます。
そういう意味ではですね、やっぱり旧オペラユーザーさんからは、どうしてもそのメールの機能を実現してほしいっていうのは、非常によくあるご要望で、ですから、まずそれがまず第一ですね。やっぱりそのオペラが実装してたメールクライアントっていうのは、非常に自分たちで言うのもあれなんですけれども、すごく秀逸だと思っていて、それに代わるような、アップデートされて、多分最後にアップデートされたのも多分4年ぐらい前なので なかなかだいぶ古くなったソフトウェアですけれども、我々がまたそれに新たな、ユーザーインターフェースを載せてですね、それに代わるようなものを提供したいと思ってますので、それがまず一つですかね。であとは結構まとまったものはないんですけれども、やっぱりユーザーさんからツイッターとかあるいはフォーラムとかでいろんなところでオペラでこれできたんだけど、ビバルディでまだできないとかっていうのはたまにあるんですよね、まだ。ですから、そういう機能っていうのは継続的にどんどん追加していきたいと思ってます。ですね、結構いい感じになってきてるんですけど そうですね、比較的早い段階で、プレビュー版みたいなものが出せるんじゃないかなという感じで進んでいます。そうですね、まず日本人、日本から使ってくださっているユーザーの割合ですけれども、今多分12、3%という感じですかね。で、そういう意味ではそのアメリカと並んで、そのユーザー数が一番多い国ですね。で、日本のユーザーさんからの要望がどれだけ届く、というと、結構そのツイッターだったりだとかいろんなところで上げてはいただいてるんですけれども、まだまだですね、その一番多いユーザーさんの中では、ご要望いただいているのが少ないかなと思っているので、ぜひいろんなところっていうか、一番フォーラムで上げていただけると 一番わかりやすありがたいんですけど、継続的に何か不具合とかあれば、そういうのは大概見てるつもりなんですけど、十分に拾えてない、あるいは報告されてるけどまだ修正されてないものっていうのがあるので、それは直さなきゃいけないの結構いくつかあるんですけど、ですから、どんどん上げていただけると、より日本のユーザーさんが使っていただいて、使いやすいブラウザにできると思いますので、どんどんいろんなところでネットで上げていただけると、大概見てます。そうですね、ずっとここ3、4年、特に意識せずに Chrome 使ってきたっていうユーザーさん結構いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、特に満足もしてないけれども、何かブラウザで何かこれ以上何かあるのかなっていうふうに思っているユーザーさんっていうのは結構多いと思うんですけれども、ぜひブラウザをですね、ビバルディ試していただくと結構驚くような、こんな便利なことってできたんだ、ブラウザってこんなにもっといろんな機能ってあったんだっていう、新発見になると思いますので、本当にその一つこの機能があるからっていうことではなくて、いわゆる本当にスイスアーミーナイフみたいにいろんな機能を提供して、必ず多分どんなユーザーさんでもですね、これがすごく気に入ったとかいう機能多分見つかると思いますので、一度ダウンロードしてインストールしていただいてですね、しばらく、ビュアルで使っていただけると、きっと、気に入ってもらえるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ一度、お時間になるときに試してもらえたらと思います。